皆さんこんにちは。今回の速報健康ナウは、骨盤がなかなか締まらない方、そして、治療をしてもなかなか元に戻らない方、そういった方の原因の話をちょっとしていきたいなと思います。骨盤をよく締める方っていうのは結構多いかと思うし、あとはまあ気になる方っていうのも結構いるんじゃないかなと思います。基本骨盤が開いてしまうと内臓が下がってしまったりとかして、結果的に、内臓の調子が悪くなったりとか、婦人科系の疾患につながったりとか、あとは腰痛になりやすいとか、いろんな問題が起きやすいんですよね。で、それだけまあ骨盤の役割っていうのは非常に大切なんですけども、この骨盤が広がってしまうと、そういったように内臓が下がってきたりとかいう問題があるんで、皆さん締めようとしたりする方がいるんですね。で、まあ、いろんな治療はあるんですけども、この骨盤を締めたとしてもまたしばらくすると元に戻ってきたりとか、なかなか治療をしても元に戻らない方、そういった方っていうのは結構いるんですよね。で、なぜそのようなことが起きてしまうかっていうと、一つ大切なのは腰の骨なんですよ。この腰の骨は、まあこうやって上からずっとあって、横からまあ見ると S字状になってるんですよね。こっちの方で見ると分かりやすいかと思うんですけども、このように S 字状になってて、まあこの湾曲があることによって、いわゆるクッションの役割をしてたりとか、まあ、バネのような役割をしてて、歩いていても上半身の負担が骨盤にかからないようにしてたりするんですけども、このカーブ自体がなくなってくる方っていうのがいるんですよね。特に、腰椎の4番ってとこ、一番下にある骨が5番なので、その上ですね、上にあるここ、この部分っていうのはこの S 字状の最後の部分、まあ、L 字状になるような感じのところの部分なんですけども、そのところの中心みたいな部分になってます。この部分が歪んでしまったりとか、へこんでしまったりとかすると、途端に骨盤の方に負担がかかってきてしまいます。なのでここのカーブ、最後のカーブの部分がしっかりないと、実は骨盤ってなかなか元に戻ってこないっていうのがあります。で、特にこのような状態になっている方っていうのは、例えばあぐらをこうやって描いた時に、左右差が出てくるんですね。片方だけ傾いたりとかする方、こうやって足をまあ合わせた状態で、こうやって足を近づけると片方だけこう開いて片方だけ上がってるとか、こんな感じになったりとかする方、あるいはこう足をつけた時に、足のこの長さですね、足先が本来であればまっすぐ、まあ座って足の裏をこう合わせた時に、こうやって合わせた時に、つま先がまあ大体一緒ぐらいに、収まるのがどっちかが長いとか、あるいはこう一緒つきにくいとかいう方、そういう方は腰椎の4番っていうところがずれています。なのでこういう方がある場合はこの部分をしっかり直していかないと、なかなか骨盤っていうのは締まりにくい状態になってしまいますので、まずその部分をしっかり直してから骨盤の調整っていうのをしていくと、非常にまあ効果的になります。なので今回はその骨盤の締める前にやってほしい体操っていうのをちょっと教えていきたいと思います。つまり、まあ、腰椎4番っていうところのカーブをしっかり作ってあげるっていう体操です。やり方は非常に簡単なんですけども、普通にまあ寝てもらって、上向きで寝ます。そして足の方を曲げて広げます。そして手で太ももの内側を押さえます。ぐっとこの時にちょっとお尻を持ち上げるようにした時にパッと手を放つんですね。力を抜くような感じで、パッと。そうすると反動で、腰の方の4番に、刺激が入ります。まあ、ちょっと前からするとこんな感じで、寝てもらって手をこうやって押さえます。そして、それと同時にお尻を持ち上げます。で、お尻を持ち上げたところでパッと力を抜くんですね。そうすると
腰の4番に刺激が入ります。その時に、力を抜く時にパッと手をつく力を抜くのもいいんですけども、パッとこう手刀に切り替えるみたいな感じでやると、こう一気に力が抜けるのでやりやすくなります。まあ、この体操をちょっとやって3回ぐらい繰り返して、最後大きく深呼吸をして、やめる終わるっていう風にやると、より一層、まあ、腰の4番に刺激が入って安定させることができます。もし骨盤がなかなか締まらないとか、治療をしているのになかなか治らない方、一度これをやってみてもらうのも非常にいいんじゃないかなと思います。そしてまあ今の体操なんですけども、これだけでもまあ多少なりとも骨盤で締まるので、なかなか治療に行けないとかちょっと悩んでいる方、一度これを試してみてください。